前さん。酒を。サルザ。だが。よく。サルだそこで。一人か。いや、二人でじゃな。わしらは、はぐれ忍び。まともな死は、もはやおらなんだ。故に、落ちれば死ぬる谷で、ただひたすらに、駆け、飛び、刃を交える。そのような修行を重ねた。じき、猿と変わらぬほどには動けるようになったが。修行に飽きると、わしはこの猿酒を飲んだ。そして、あやつの泣き虫の指笛を聞いた。泣き虫？変わった指輪があってな。それをはめて、指笛を吹くと、谷に悲しげな音が響き渡るのじゃ。不思議とわしは、その音が好きでな。よう吹いてもらったものよ。で、まあ。ようだ、ま、じゃあなだ。そこ、それ。また、そこも。
エマ殿、あれは一体何なのです？落ち水、そう呼ばれています。あれがアシナの秘策だというのですか？はい、飲んだ者は生中には死なぬ。いえ、死ねぬようになります。そして落ち水もまた。その源は流因にあるというのだな。はい、エマ殿、私には流因が尊いものだととても思えぬ。